やられるって言ってニューガンダムのウルトを絶対使います。絶対使います、これ僕。というかもうニューガンダム逆者のアムロのセリフとかもう息をするより簡単だ。どうも皆様こんにちは、ニュータイプです。というわけで今回はね、ガンエボのシーズン2コンソールに向けたシーズン2のトレーラー発表というわけで、新機体も発表されてるからちょっとトレーラー改めて見たいなと思います。ツイッターでねちょろっと見ただけなんで詳しく見てないから、まあ何が来るかは知ってるんだけど見たいと思いますので、よろしくお願いします。まあね、まあツイッターでさ先にさ情報をさ知っちゃってるんだけどさ、ちょっとね細かいところちょっと見ていきたい。はい、新機体サザビーと、はい、このフィンファンネルはニューガンダムだ。なんか正しい英語表記だとちゃんとヌらしいですね。はい、ビームライフルと、どうだこれ、タンク機体っぽいんだよな。でフィンファンネル射出して、普通フィンファンネルね、ニューガンダムのフィンファンネルはね戻らないんだけどね本当はね。はい、これ背面バズー、原作再現の背面バズーカいきましたね。これはやられるのシーンの、フィンファンネルのバリアのやつ、これめちゃくちゃ強そうで、なんかねビームライフル当てた後にフィンファンネルがなんか追尾するとか、なんかそんな機能があったような気がします。はい、原作シーンのこの背面バズーカのシーン、そして、原作でのこのフィンファンネルのバトルシーン、そして、はい、これ、ムサカの撃沈シーンのあのビームライフル射出シーンとか、あとこっからのクエスのフィンファンネル撃ち落とす連撃のシーン、いや素晴らしいです、最高です。ただニューガンダムだけかニューガンダムだけなんですか。まあもしかしたらシーズン2途中でね、まあできたらエアリアル追加してほしかったけど、まあエアリアルはねまだね劇中でも能力がね判明しきってない部分があるから仕方ないのかなとまあ思うんですが、まあ非常に楽しみです。ね、コンソール機でガンダム勢がねやってくれることをねちょっと願いましょう。というわけで今回ねメインチャンネルでいきなりさこのガンエボ動画今日あげるんですけども、最近ねガンダム専用チャンネル作ったんですよ。でガンエボをねどっちにあげるかね正直まだ悩んでて、まあ、FPS でもあるしでもガンダムでもあるからどっちがいいんだろうと思ったんですけど、まあガンエボはね今後どうなるか何とも予想ができないので、とりあえず一旦メインチャンネルであげるけど、まあガンダムチャンネルの方でもあげるかもしれません。まあコールオブデューティーとか FPS メインのこのね、チャンネルでなんかガンダムだらけにならないような頻度ではこっちであげるかもしれないんで、今のところまあちょっと様子見つつ活動していこうかなと思います。というわけでやっていきたいと思います。久しぶりのガンエボ実況というわけで、皆さんテレビ放送の方ご視聴ありがとうございました。まあ僕はほとんどカットされてたんですけど、まあ僕のコスプレ動画が地上波に移ったということで、まあ一応地上波デビューって感じですかねまあスタジオにいたから結構ねまあ映って顔は映ってたんだけど、なぜかプレイの方はね索敵してるところと爆弾を設置してるところしか映ってなくて、なんでだどうしてだっていう風に見てましたね正直。まあでもまあ時間は30分っていう番組だったんで仕方がない。あいつは手負いだ、見える。ちなみになんか普通に何も言わずにガンダム使ってますけど、僕のガンエボ実況ガンダムばっかで申し訳ないんですが、基本的にガンダムが一番使って楽しい。そしてこんなにもま、ガンダムがうまく使えるようになりました基本的にマウスとかあんまり得意ではないんですが、僕が一番ガンダムをうまく使えるようになりたいです。コンソール機になるとガンダムどうなるのかね、やっぱりエイムアシストとかがどれぐらい強いかによるけど、やっぱりまあ僕としてはどうだろう。でもな、でも PC パッドでやれたら一番いいんですけどね、コントローラーがねどうしてもちょっと苦手な PS コンなんで、ちょっとうまく操作できるか不安ではあります。まあでも PC 版の方も外部もね変わらず続けてはいくと思うんで、よろしくお願いします。いくぞ、奇跡を見せてやろうじゃないか。そこ、ガンダムはねハンマー重要っすね。ビームライフルが正直当てられなくても、こうやってねこうやってシールドでおいおい詰めていってハンマーを当てればサザビーとて。なんで僕ガンエモでガンダム使ってるのが一番楽しいか
なんかねちょっと思ってたんですけど、多分ねあの3歳からの夢であったあのガンダムに乗るということをね、なんかもう多分達成してるような気分になっている。そう、僕はガンダムに乗ってる。はい、グリードさん、なんか最近おかしくなりましたねとか、なんかこんなキャラじゃなかったですよねって言われますけど、まあ、こんなの着ると人が変わりますよね。さあ今のセリフは一体どのがいつのガンダムのセリフでしょうか。これ敵陣でした、すいません。でりりー、正解はガンダムジオリジン漫画版よりアムロがノーマルスーツを着た時のセリフでした。まさかの漫画版の方って映像化されてない方から。さあ攻守交代、もうちょっといい試合がしたいですねこれね。さあ見せてくれ実力を。まずい、なんかバズーカ食らった。やられるって言ってニューガンダムのウルトを絶対使います、絶対使います。これ僕ニューガンダム出たら絶対使います。というかもうニューガンダム逆者のアムロのセリフとかもう息をするより簡単だ。逆者の頃のセリフを言うなんて息をするより簡単。大丈夫か、どっちレーン押さえた方がいい。ユニコーンとて一旦下がろう。これはさすがに、これでシールドでさあ、これはまずい、これはやられる本当に。ちょっとガンダムセリフこんなガシガシ言いまくるの本当ね、時々にした方がいい気がするな、うん、セーブしないと身が持ちません多分。えっ、こうやってシールドで詰めて詰めて、そこもらった。クソ、ユニコーンがいるせいで硬い。一旦下がろう、そこいいコンビネーションだ。でまだだ、まだ終わないよ、当たれ、うまい、3枚3つ、どこだラストワン。今のは気持ちいい、これがガンダムエボリューション。ガンダムのウルトね、上にね投げるのも強いよね、ラストシューティングっぽく。こいつは強力すぎる、押されているだと。ユニコーンのさ、初めて僕パチンコのユニコーン見たんですよ。なんでみんなさユニコーンとかそれでもみたいにさ言ってんのかなと思ってさ、パチンコの方を見たんだけどさ、いやーまさかユニコーンがあんなにおもちゃにされてるなんて思いませんでした。僕はあんなのユニコーンじゃありません。誰だあれ作ったやつ。なんだよ、なんであのそれでもコンボ、それでもって言ってなんかチャリンチャリンチャリンってなんかコンボ出ましたみたいな演出がされてて、僕はあんな状態になってるなんて知りませんでした。待って、これマウスパッド足りない。このガヤモのためにマウスパッドを新調したんです。でも当たりません。本当は PC パッドでやりたいです。クロスプレイプラスエイムアシストプリーズ。どうするこれは、ウルトはまだ取って、これ僕上にいた方がいい気がするぞ。あ、何やってんの。でここでラストシューティングかと思ったら味方がダブルキルしてる。ジャケが来たか、うまい。うざいなこのチクチク。そんなボム修正してやる。もらったぞ、ここうまい、いやほんとうまい、ほんとうまい、あほんとうまいかもしれん。敵はパワーダウンしている、押し込め。なんて汎用性のいいセリフなんだ。うわあ、何やってんの俺。月光町、そんな雑な月光町できるわけねえだろ。見える、そこだヘッドショットは。胴体でもいい、胴体でもいいんです。うまい、一つずつしっかり狙ってこう。でそこでガンダムハンマー当てて蘇生を阻止して、大丈夫、あのユニークはそんなに脅威ではない。あそこから単体でビームマグナム使おうとてこちらの脅威ではないわ。貧弱、なんか違うの出ちゃったな、違うの出ちゃったな。それ OK、 ユニークやって蘇生をさせない、プラスエリアにちょっと絡めたいけど、当てて落としていく。圧倒的な立ち回りじゃないか。 OK、
十分十分。まあ次回ね、おそらくニューガンダムね、もう爆発してると思うんで、よろしくお願いします。というわけで祈祷します。You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Open